工事3年11月の25日、61歳となっておりました毛利元就は3人兄弟に教訓状を送りました。その3人兄弟と申しますのが毛利高元、吉川元春、小早川隆景でございます。そこに書かれましたものは、力を合わせて毛利家を存続させ続けるようにと書かれていたのでございます。さあ、この毛利家でございますが、関ヶ原の合戦が終わり、大阪の陣が終わった後も長州藩として残っていくわけでございますが、この長州藩が中心となりまして起こしましたのが明治維新、初代内閣総理大臣伊藤博文、そして在任期間が最も長い安倍総理を作りましたのもこの長州藩でございました。その大元をたどれば毛利元就が書きました教訓状に行き当たるのかもしれません。本日は三本の矢の逸話のもとになりました教訓状の一席でございました。ありがとうございました。